ユーホー和尚の言いたい放題。こんにちは、高家寺住職北川雄一です。今日は令和3年5月6日、何のお話をするかっていうと季節について。と言いますのもね、昨日は5月5日子供の日ですけれども、今年は5月5日が別の日だったんですよ。何か、そう、立夏だったんです。私のこと知ってる人は奥さんの話をしてるか、何のことかというと、私の家内の名前が立と言いますから。いや違います、今日のお話は夏が立つ日、こういうお話をしていこうかなと思います。今日お昼ご飯を家内と一緒に食べに行ったんですね。何を食べに行ったかというと、初女房七に入れても食べろって江戸っ子は言ったっていうぐらいのね、いやだから女房連れて行ったんですけれども、一緒に食べました。またこの地域で行きますとね、名古屋の人たちっていうのは初物をもともとすごく大事にしたってこう言うんですよ。この初物を大事にするっていう感性というのは、実はお祭りの始めなんです。季節の最初の食べ物、初物ができたら、よく言うでしょ、初物が出てきたらまず最初に神様や仏様にお供えをして、そしてそれをみんなで分け合って食べる、これがお祭りなんですよ。また初給料もらったら神様や仏様にまずお渡して、みんなに渡しましょう。これもですね、実はお祭りのものの考え方と同じところにあるんですね。ですからこの時期に初物を食べるってとっても大事なことなんですよ。そして昨日は子供の日、また別ビデオで撮ってありますように、子供の日というのは母に感謝する日でもあるので、初物を母親に渡すかどうか、実は初物買ってきてうちも母にお渡ししますけどもね。まあそれはそれでこっちの手で、そういえばね、妹が昨日お花を母に送ってきたんですね。東京から送ってきたんですけど、ちょっと早すぎたって言ったんですけど、そうじゃないんですよね。ぴったりだったんですよ。まさに日本の法律に書かれている母の日に送られた。まあこれはいいことだなと思ったんです。でそれが立夏なんですよ。夏の始めって言うんですよ。でも今の私たちの感覚からすると、夏の始めというのは梅雨に大体夏が始まったなと、ムシムシするなと、暑いなと始まって、7月の終わりぐらいにピークを迎えて、9月に入るともう秋かなっていう感覚が今の日本人の持っている感覚じゃないでしょうか。でもおかしいんです。立秋は8月の7日前後にあるわけですよ。って夏はそこで終わり、一番暑い時じゃん。季節感がもともと違ってたんですね。日本人というのはどんな季節感があったのかっていうと、冬から考えてみましょうか。冬のエネルギーが一番強くなるのが2月2日ぐらい、まあ大体2月の頭ですよね。ここでもうとんでもなく冬のエネルギーが溜まるから、節分をやる。節分をやって春のエネルギーが強くなれってお祈りするわけですよ。そうすると冬のエネルギーが下がるということは春のエネルギーが上がってきますから、こうやってクロスしていきます。このクロスするのが3月でしょうね。そして冬のエネルギーが消え去り、春のエネルギーが爛漫とした時、この一番ピークになっているのがちょうど今の季節の5月の4日、3、4、5ぐらいでしょう。で、そうするとそこで夏のエネルギーが生まれ出すんですよ。で、そうすると春のエネルギーと夏のエネルギーがこうクロスするのがちょうど梅雨の頃。そして夏のエネルギーがピークに達するのが7月の終わりから8月の頭、もうまさに8月の頭ですね。この8月の頭の時に次に冬、秋のエネルギーがこう生まれてくるっていう感覚なんですよ。これが本来日本人が持っていた季節の感性で、見る時にどこを見るのかっていうと、目に見えるところを大事にするのではなくて、このようにエネルギーが下がってきたらちょっと生まれたこの目に見えない方を日本人は大事にしたんですね。ですからここまでが春だとすると、この春が
ちょっとこう超えて夏のエネルギーが生まれた瞬間にそこに目を向けるっていう、この初物に対して目を向ける、目に見えないものに目を向ける感性が日本人の中にはもともとあった。ところが英語が入ってきまして、だんだんと西洋文化に毒され、スプリング、サマー、ウォータム、ファオ、ウィンターというこの英語に合わせて春、夏、秋、冬を翻訳してしまったわけですよ。そうするとやっぱりズレが生じるんです。そしていつの間にか本来の春、夏、秋、冬という感覚ではなくて、英語のスプリング、サマー、ウォータム、ファオ、ウィンターというこの4つのところへ私たちの意識がいつの間にか変わってしまったんですよね。翻訳文化によるちょっとこの恐ろしさを感じます。もともと初夏というのは旧暦の4月、盛夏というのは旧暦の5月、晩夏というのは旧暦の6月ということは、初夏は新暦でいうと5月の初めぐらいでしょうかね。盛夏というのは6月、晩夏というのは7月。まあこれが本来の日本人の感覚ですよ。で、そしてまた変わって。ただ、現在はそうは言っても、もう言葉がそちらの方に変身してしまってますから、一つの考え方としては、晩夏と、それから立秋というのが一つになってるのかもしれませんね。こう、冬が終わる晩冬と立春も一つになってるのかもしれません。そして晩春と立夏が一つになっている。まあどちらに目を向けるかっていうのは、私はこの下がり坂のところよりも上がり坂のところに目を向けてこっちを見るってことの方が大切なように感じるんですけれども、いかがでしょうか。実はこの生き方、日本人がもともと持ってたこの季節をそれぞれのところで大事にして行事を行っていく、そこに向けて私たちがエネルギーを費やしていく生き方というのは、自然とともに自然と共生していく生き方そのものだと思うんです。最近のような季節を無視して、そしてそういう季節感を考えずに、はい太陽光パネル、はい風車のエネルギーと自然エネルギーだなんてやってることは、もうものすごく浅い環境問題の見方だと思うんですよね。本当に深くディープにエコロジーを考えるのであるんだったら、やはり季節感とともに自分たちが生きていく、そしてその工夫としてお祭りがあるんだということ、日本人がもともと持っていた素晴らしい感性というものをやはりもう一度見つめ直して、私たちはそこを大事にして生きていく必要があるんじゃないかなと思います。ですから昨日の立夏って大事なんですよ。だから私はね、今日は平織のサムエをあえて着ました。また合い物に切り替えますけど、あえて立夏なんだということを意識したいから平織を、まあ、この2、3日の間は来てみようかなと思ってこのサムエを着ています。こうしたことをやってみるのもいいんじゃないでしょうかね。今日は夕飯で初物をいただかせていただきます。さて何が出てくるのかは、内緒ですけれどもね。でも初物をしっかりと食べさせていただこうと、本堂からおろしてきて食べさせていただこうかなと、そして母にも渡そうかなと思っております。立夏についてお話ししました。夏の初め、この目に見えない夏のエネルギーに対して私たちはもっともっと意識していければ、地球環境問題ということもそんなに難しくないことになるんじゃないかなと思っております。実は私、そして家内も環境省登録の環境カウンセラーです。今日のお話がそれに役立てば良いかなと思っております。ありがとうございます。